はい、皆様こんにちは、加用まりのでございます。今日はですね、相続登記の義務化していますかということで、相続登記がですね、義務化されたということは、もうたくさんね、司法書士とか弁護士とか、いろんなですね、会が、いっぱいね、広報を頑張っているので、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、府内総合研究所ですね、府内総研、大手のコンサルティング会社の、がですね、60代以上456人にですね、相続関係のサイトを通して、このアンケート調査をしているところですね、相続登記の義務化を知っているかということに関しては 65.4% の人がもう知っていると、かなり認知もね、上がってきているそうです。で、3年以内に、この登記をしなければ10万円以下の過料になるということを知っているかという質問に対して 46.9% が知っていると。で、2024年4月以降ですね、その相続登記義務化が施行される前のですね、相続も対象になっているということを知っていますかということに関しては 38.2% の人が知っているというふうに回答しています。相続登記義務化っていうのは、こう漠然とね、知っている方も多いのかなと思うんですけれども、やっぱりね、その過料であったりとか、その義務化の前に発生した相続が対象であるということに関しては、まだまだね、広報とかが必要なのかなというふうにもね、思います。そもそもですね、相続っていうのが発生したら、多くの人はですね、必ず自宅をですね、持っているケースが多いわけですから、自宅の相続登記っていうのは発生するんですよね、必然と。相続税が発生しないっていうのはよくあるかもしれないですけど、相続登記が発生することって結構あるので、司法書士とかにね、相談したりとかっていうことが、ぜひねしてもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとはやっぱなんか自動的にね、自宅が相続登記するものっていうふうに結構認知してる人も多いので、なんかそのあたりは、どうなんだろうって思いますけれども、このやっぱり過料とかね、その以前の相続が前の、ね、相続の対象っていうのは結構ポイントとしてあるのかな、高いのかなと思っていて、今の所有者不明土地問題っていうのがあって、このままではですね、日本の国土が立ち行かなくなるっていう問題がやっぱりあるわけですよ。これを解消するために相続登記の義務化っていうのを課したわけなんですけれども、そうは言ってもですね、今戸籍の収集とか非常に大変なんですね。多くの人は日頃ですね、会社員で平日日中は仕事をしているわけですから、戸籍を集めているような時間っていうのがなくて、やっぱり相続登記を放置してしまいがち。どうでもいいですね、実家とかだったらもう別に放置しちゃえとかあるわけですよ。これをやらせないため、これをそうさせないために過料を、ね、課したんですけれども、10万円以下の。でもやっぱり本音としてはですね、司法書士とかに頼んで10万円以上かけるんだったら10万円以下の過料でいいやぐらいのふうに思っちゃってる人もいるのが実際のところでして、これもね、やっぱりね、どうにかしていかなきゃいけない。で、やっぱりその人にですね、罰を課すだけではなくてですね、手続きの簡素化っていうのも必要で、でも安全性の担保っていうものも同時に必要なので、このあたりはですね、戸籍の電子取得化が今検討されていたりとか、いろいろ進んでいってる部分なので、今後ちょっとね、どうなっていくか期待していきたいなっていうふうにね、思いました。で、あとはですね、ちょっとまた別の動画でどっかでお話ししようと思いますけれども、私この間ですね、本当に死にかけたことがございまして、人生でね、初めて命の危険を感じたんですけれども、その時にですね、高齢だけしただけじゃなくてですね、遺言書作成の文化って絶対必要だなって思いました。初めて死と向き合った時にですね、なんか私相続とかあんまり考えてなかったんですけど、自分はですよ、人にね、こうやって相続遺言書がねないと揉める原因ですから絶対作った方がいいですかって日頃ね、めちゃくちゃ言うのに、よく考えたら自分作ってないなと思って、なんかそういうのもね、結構相続関係ではなんか皆さんに認知してもらえるような、ね、形で、ね、活動していくことやっぱ大事だと思うので、ちょっとね、自分がまずはモデルケースになってね、やっていくってことも必要だなと思いました。ちょっとその話はまた別の動画でねしたいと思いますので、とりあえず今日はですね、相続登記の義務化を知っているかっていうね、ちょっとお話とですね、ちょっと最近のですね、相続手続きの簡素化なんかも結構ね、検討されてきてますよっていうようなお話をさせていただきました。何かね、感想とかあれば書いてください。ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。